はい。カブカブパーラダイスです。個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルです。それでは、今日の日経。今日日経521円上げましたね。はい。爆上げでしたね。で、前日のダウが399ドル高ということで、ワクチン期待が支えという話になっていて、で、今日も、まあ、日経の方は海外株の上昇でバブルも高値という話になったんですよね。はい。 で、うん、マザーズはね、ちょっと1%ちょい下げたんですけども、まあチャートはね、崩れてないので、この75日線を、ね、タッチして、まあ今ちょっとね、上げつつあるということになっていると思いますが、まあいずれにしてもこの日経がですね、爆上げしていて、もういよいよ2万5900円台ですから、2万6000円に届、ね、こうとしているんですよね。ということで、もうバブル後のね、下げ高値という状況になってますね、今ね。はい、うん というのが地合いなんですけども、はいでテーマ別を見たときに、はい、旅行関連がですね、これ、軒並みのこのリストの中のやつが、1個を除いてね、全部上げてるんですよね、はいでこれ、金曜日にね、結構みんな下がったんですけども、今日はですね、そのコロナのワクチン期待ということで上げたということで、まあ、旅行関連が上げてるっていうことになるんですけども、うん、でもね、なんか、あのー、 なんだろうワクチン、なんか進展、週末しましたっけ <laughs> してないと思うんですよね、別に。あのと例のとファイザーのワクチンも、とまあ、いい結果が、ね、出たっていうのは先週、話は出てましたけども、だからつってね、それでなんかこう、新しい話が、ね、出たようにはね、ちょっと思えないんですけども。ということで、だからこう行ったり来たりしてるんですね、今ね。うん だから、その、こっちのね、あの、旅行関連が下げたときは、その、第3波のせいで、まあ、下げましたっていう話になり、そして、旅行関連が上げたときは、ワクチン期待で上げましたっていう話になりですね。ということで、行ったり来たり今してる状況ですね。はい。ということで、これから行くとですね、巣ごもり関連がですね、巣ごもりとか、そのリモート処理関連、はい、これがですね、このリストに入れてるのが見事に全部下げてるんですよね。はい。 うん本当に行ったり来たいですね。でただです、ね、このケアネットだけはですね今日ストップ高で引きなんですよね。なんと2連続ストップ高ですよね。はい、おめでとうございます。いやいや、ね、なかなかすごいと思いますね。で、うん、ここのね昨日のストップ高から、また今日もストップ高となりましたよね。はい、いや、なかなかのね迫力でしたね。はいうん、で、これはねあの、この間も話をしましたけども、と今期形状2.1倍情報修正と。 いうことで最高益予想上乗せというのが出たんですよね、これ、はい。これが12日のね OB 検討に出たので、バック上げしているという状況になってますね、キャーネットね。はい。はい。放道の皆さん、おめでとうございます。はい。良かったですね。はい。で、次ですね、新型コロナ関連に行きたいと思いますけども、はい、まずですね、ツインバードがですね、今日もストップだけできましたね。はい。おめでとうございます。 いやいやいや、ね、なかなかですね、まあ、そっか、金曜日は別にストップだけできたわけじゃないんですけど、今日はね、ここまで来ましたからね、はい、前回の高値がですね、この2400円の、まあ、手前あたりまでですので、うん、これがね、どこまで行くかちょっと見ものですけども、で、今ね、これなんでそんなに違和感にしてるかっていうと、まあ、ツインバードの、ね、話は、保冷庫、ワクチンを入れる保冷庫の話だっていうことはね、もうずっと言ってますけども、 これのですね、それで決算の、まあ、資料にね、こういう記述が書いてあるのが出てきたんですけども、で、これがですね、いつ出したか、ちょってと10月8日の話ですけどもそうです、ね、ここの20何ページだっけな、26ページかなんかに出ているんですが、はい、よいしょ、どこだ、うーん、これ、はい、で、この図なんですけども、ですね、 この今ね、話題になってるこのファイザーのやつがマイナス70度っていう話がね出てますよね、この保冷のための保管。保管のためにはマイナス70度必要ですっていうね。なんか、あの、テレビでもね、この週末ずっとやってましたよね、この話ね。うん。でこ、のこのぐらいのね、あの、低温を保,ななきゃ保たなきゃいけないんですよって話になってるみたいなんですけども、それがですね、このツインバードのフリーザーボックスを、このグローバル クーリングってていいううとととこころにまあ供給してますということで、まあ、ファイザーのマイナス70度にも、ね、ちゃんと倒してますっていう話になってるんですよね。はいで、このモデルナのマイナス20度と、それからアストラゼネカの10度ぐらい、マイナス10度ぐらいの話のところも、とそれぞれねカバーしてるっていうねこの図なんですよ。というのがね出ているので、なのでね今、ちょっとばっかりにしてる感じになったんですよね。はい、うん だから、この、まあ、一番の理由は、このファイザーのところですね、ファイザーのマイナス70度のところも対応しているということでね、はい、あの、ツインバード、爆上げしますね、はい、おめでとうございます、おめでとうございます、いや、すごいと思いますね、はい。で、次、で、富士ガラスなんですけども、はい、富士ガラスもですね、ストップ高できましたね、はい。で、これはワクチンを入れる、まあ、ガラスの容器とかの話なんですけど、はい、うん、これもね、ストップ高できましたね、はい。 うん、これもね、一相場やって、うん、前回ね、春先に一相場やったんですけども、その時のね高値がこうだったんですが、もうはるかに抜きましたからね。いやー、すごいですね。なかなかすごいですね。それで、クレアも今日10%ね上げてということになりました。で、川本、マスクの川本も6%上げたとうんいうことになりましたね。はい。で、あとですね、これを見たときに、その、うん、アンジェスなんですけども、でアンジェスは、と、 まあ、救円高ということで、零点六パーセント上げということなんですが、これがですね。はい、えっと、まあね、全部結構上げたんですよね。全部結構上げたんですけども、と、二時過ぎぐらいから、なんか急にね、ガかかかかかってね。で、毎点までして、で、まあ、プラテンでね、<うん S 1> 終わったということになりましたけども、はい。まあね、この、うん、チャートを見ていただくと、お分かりになる通り。 まあ、アンジェスにしては、まあ、最近のアンジェスにしては、ね、急に上げたんですよねこう、3日連続、ね、どんどんどんと上げたので,、うん、で今日も、ね、結構あの朝上げていたので、まあ、ちょっと、ね、理覚に寄せれたということになったと思うんですよね。はいうん、ということで、まあ、今日は、ね、あの結構上げましたが上辺をつけて、陰線で、まあ、終わったということになりましたね。 わ、うん、かりませんけども、まあ、こういうちょっとバイオ株は特にそのいきなり、ね、ネガティブな話が、まあうん、たまに出たりもするので、まあ、そういう警戒感もあったかなとも思うんですけどね、はいまあ、ね今後の動きは、ね、楽しみに見ていきたいと思いますけどもね、はい、以上、新型コロナ関連でした。はいはい、続いてですね、リバエレクなんですけども、5G 関連のリバエレクがなんと10%上げましたね、はい、おめでとうございます。 いいやいやねなかなかのねチャートでしたね、これね。ただ、下ひげ、ね、結構つけたんですけども、と下ひげつけてね、ねそれで切り上げて、10%曲げましたからね。はいで、全部はですね、と結構激しくま点したんですよね、うんと。ほぼまあ同じぐらいで始まったんですが、ガツンとね下に下がったんですけども、まあ、そこからねお買い得っていうことになって、まあ、買ってきたと思うんですけども、うん、ということでね、10%曲げましたね。はい なのでね今日この辺のねそ,そこの意見で書、ね、いた人はねすごいイラッキーしたと思うんですけどもねはいでこの話はね金曜日もちょっとしましたけどもはい、うん、でこれがですね金曜日のおおびけ後にと、まあ、決算の話が出てくと紙機の経常利益が空洞事浮上で上振れ着手。 いう話が出たんですけども、まあ、決算だけ見てもね、ちょっとね、そこまで期待するほどのまあ、ことではなかったかなというようなね感じだったんですよね。はいなのでね、今日も全部下げたと思うんですけども、まあしかしね、その決算を考えたときに、とまあ、今後のリバイレックは 5G のことで、これからのね、 と伸びしろがあるだろうっていうことで、ね、買われてきたと思うんで、まあ、目,先目先の決算で、ね、そんなに下がったときは、ね、やっぱりお買い得という話に、ね、なったと思うんですよね。はい、でかつ、とこの、ね、技術的な材料が出ていて、これが水晶の新しいカット、COT カットを発見というのが出ていて、うん、で何やら、ね、この水晶振動子の,のと周波数の変化を50%以下にしますと。 いうことでね、この温度に対するまあ、変化を少なくしますということなんですよね、うん。ということでね、こういう新しい技術の話も出て、まあ、それでね上げてきたということだと思いますね。はい、うん、ということでね、チャートもね全く崩れずね、ね力強くね、まさにこの NG を描いてね上げてきたということになって、うん、あの前から言ってますけど、ここのねチャーチスト。 はい。が、好きな NG の形にね、見事になってあげてきたということになりましたね。はい。はい。ツイン、ツインじゃないや。リファイレックの <laughs> オーダーの皆さん。はい。おめでとうございます。おめでとうございます。はい。よかったと思います。はい。続いてですね、スガノミクス関連なんですけども、はい。なんと、サイバーリンクがですね、ストップダグできましたね。はい。これもね、決算が良かったんですよね。はい。うん。なかなかのね、上げでしたね。はい。おめでとうございます。よかったと思います。 で、続いてですね、この中で、あとはチェンジなんですけども、はい、チェンジ2%上げましたね。はい。うん、ちょっとね、上髭つけちゃったんですけども、はい、うん、まあ、そんなに悪いチャートじゃないですね。だからいい感じでね、右肩上がりにね、整いつつありますからね。はい。で、あと、ブロードバンドタワー。はい、こちら1.4%下げました。うん、まあ、ちょっとね、チャートがあんまり良くなく重いんですけども、 どこのね、400円のところでね、なんか、なんとかね、踏ん張ってね、横よ横よでもね、いいから行っ,って、それでまたぴょんとね、上にまあ、上がってくれればなと思いますけどもね。はい。以上、菅野ノミクス関連でした。はい。続いてですね、クリーンエネルギー関連なんですけども、はい。で、エヴァランスがですね、ストップだけど来ましたね。なんと、はい。うん、おめでとうございます。で、これもですね、いい決算が出たんですよね。はい。この ファーストクォーターは増収増益、クリーンエネルギー事業の利益が順調に増加とうーんいうことでね、まあ、バイデン産銘柄でもあり、菅ノミックス銘柄でもあり、そしてもうすでにクリーン、グリーンエネルギーの事業の利益が順調に増加ということで、うーん、はい、これはね、なかなか来てますね、いいバランスね、良、はい、かったと思います、はい、うん、はい、以上、クリーンエネルギー関連でした。 はい。今日の新ネタに行く前に、カブカパーダイスからのお知らせです。このチャンネルは、開始4ヶ月間で、チャンネル登録者1万人を突破いたしました。本当に本当にありがとうございます。皆さんのおかげです。はい。そして、それを機に、成長パートナーシッププログラムというものを開始いたしました。はい。詳しくは、こちらの動画をご覧ください。ぜひ、一緒に成長していきましょう。よろしくお願いいたします。はい。と続いてですね。 今日の新ネタですけども、はい、でまずファーマフーズなんですけども、はいはい、今日ですね、17パスセげましたね、なんと、はい。おめでとうございます。うーん、なんともね、この素晴らしいチャートなんですよね。この、ここのところからですね、この辺りからちょっと下に下げて、ビヨンといって、またちょっと下げて、また上げるというね、この NG を描きながら上げるっていうね、 うまいいでですよねねこれねはいでえっと、今期の形状を76%上修正最高益予想を上乗せというのがですね出たんですよね。はいうん、いやー、よかったですね。ということでね、ファームフーズ、はいおめでとうございます。で続いて、店員なんですけども、店員もねストップだけで引けたんですけども、はいでこれがですねと今日の出来高がね、えっと、1万株しかないんですよ。<laughs> 1万株 <laughs> これね、いつまで続くのかなってちょっと見てるんですけど、で、店員は、はい、ストップダッカー買い気配でと、営業利益の予想を増益見通しに転換ということで、年間の配当がね、25円に増額なんですよね。はい。で、こう今ね、単価が699円なのにと、年間の配当25円に増額っていうことで、はい、これでね、かなり買われてますよね、今ね。うん。でですね、この内容なんですけども、この、 理由が巣ごもり需要で受注が好調なほか、イベント自粛や渡航制限などで、販管費が減少すると見込むというようなことが書いてあってですね、うーんと、店員って巣ごもり需要あったんだっけって、ちょっといまいちかんないんですけども、うん、まあね、ちょっとそういう説明がありますが、はい、まあ、いずれにしてもね、すごいね、買いが入ってるんでね、はいどこまでいくかっていうことをね、見ていきたいと思いますけども、はい、うん、いや、そうですね、はい。 で続いて、ネクステージなんですけども、はい、今日はですね、6%ちょっと上げたんですが、でうん、今日もですね、16日の OB 検後にと決算の話が出て、で今期計上を1.5%増益に情報修正ということで、最高益配当も1円増額と、うん、いうことになりましたね。はい、ということで、ね、ネクステージ、なかなか、ね、いいと思いますね、これもね、はい。今後見ていきたいと思います。はい、以上、新ネタでした。はい、続いてですね、 11月16日の注目と言っていた中で、はい、まだお話ししていないのが、ですね、ハピンズなんですけども、はい、ハピンズですね、と今日1円上げということになりましたね。はいうん、でこれも、ね、なかなかね、あの小型で決算が良かったということでねと、連日上げていたんですけども。 うん、でね朝ね、ね結構午前中、ドドドドって上げたんですよね、上げたんですけども、まあ、その後ね、ちょっと利確に多分押される形、あと空売りも入ったかもしれませんけども、うん、まあ1円プラスということでね、ほぼ変わらずで終わりましたけどね、はい、うん、これもね、だからそのまあ低価格、株価でまあ、時価総額が低くというね、まあだから仕掛けやすいような、ちょっと 状態だと思うんですよね。はい。なので、まあ、2日連続でね、ストップ高をつけて、で、その後今日ょうはと、まあ、一円ちょい上げて終わりましたが、まあ、ここのね、上ヒゲのところがね、天井だったのかどうかっていうのはね、ちょっと見ていきたいと思いますけどね。はい。以上、11月16日の注目目でした。はい。で、続いてですね、11月17の注目。はい。アライド アーキテクトツインバードサイバナイン富士ガラスファーマフーズケアネットネクステージ川本産業アンジェス PSS カードノートはいこのように中心に見ていきたいなと思ってますはい。 はい。それではここで、カブカブパラダイス成長パートナーシッププログラムにご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させていただきたいと思います。本当に本当に皆さんありがとうございます。一緒に成長していきましょう。よろしくお願いいたします。 はい、それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。